はい、こんにちは。日本改革党靴澤です。カズサノスケ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。4月2日日曜日、 NHK スクランブルデモやります。来てね。4月8日メール党員様限定懇親会やります。応募してね。いずれも動画説明欄もっと見るをクリックしていただくと説明開きます。総務省が小西文書精査完了で最終報告を発表いたしておりました。要約しますとですね、原案作成者と同席者を聞き取り調査しました。大臣レクについては次のような証言に分かれました。このような資料が残ってるんだから大臣レクはあったのではないか。高市大臣へのレクはあったかもしれないが、 NHK 予算案提出直前で個々のレクの内容は時期は覚えていない。大臣へのレクがあったとは思わない、という3つの意見に分かれた。以上から2015年2月13日に大臣レクはあったが、5月12日までに放送法4条の解釈に関するレクがあったかは意見が分かれており確認できない。まあもちろんその3ヶ月の間に大臣レクはあったんでしょうけど、ここに書かれているように、あの放送法4条中立公平でないといけないっていう解釈を、変えますよって説明大臣にしたかどうかは分かんない。なお全員が放送法の解釈を変更する説明を大臣に行ってない、現に解釈も変更されてないと証言した。文書の正確性について、発言者の確認がないまま作成されたものであり正確性は確認できない。作成者 A、 原案を作成した覚えがあるが修正箇所の記憶が定かでない。修正者 C、 ちょっと修正したが修正箇所と修正内容の記憶が定かでない。まあ覚えてないちょうどね。結局は古典的なですね、記憶にございませんってやつですね。富士プライムで新藤元総務大臣もこんなこと言っておりました。個人のメモ、備忘録的な未確認文書だ。作成者と修正者がバッチリわかる行政文書ファイル管理簿で管理することになった2017年以前のものであり内容を確認しようがない。2017年からですね、作成者、修正者、日時、目的、作成経緯、あとですね、なんかの原案とか草案ですら、目的とかを書いて管理する帳簿につけるっていうことが始まって、まあ、2015年の話なんで確認できないと。内容不確実文書を土台に言い合いするのは不毛。放送法4条の解釈は昭和30年代に確定し、それ以来変わっていない。私も踏襲したし、総務大臣やった時、いうことでしょうね。つまりそれは一番組でも極端だったら問題にするよっていう例のやつですね。一般反応です。捏造と言われるのも当然、証拠なさすぎ、本当に時間の無駄、個人のメモ以外の使い方したらダメです。この発表から大臣と総務省が食い違ってるって記事を書くのが朝日。今回は朝日より毎日の方が固執している。立憲は難癖つけて印象操作できればそれでいいから。文書を流出させたのは誰？というですね。共産党はまあ諦めたらしく当初からだんまり。今は C 和夫自らですね、全女性への攻撃とクソデカ主語でコラボ用語に忙しいであります。小西洋之は文書はゴミという事実に負けず、なんか面白いことを言ってほしい。他の立憲議員もね、昨夜あたり高市大臣などレベルが違いすぎて相手にならないとかえばってたらしいんですけどそれどうとでも取れんね。あっちの方がレベルが上でどうしようもないっていうことにも取れますしね。3月22日最高裁が立花孝志被告の高裁判決を支持し上告を棄却、上告理由に当たらないとたった一言。結果ですね、
不正競争防止法違反、営業秘密不正取得、脅迫で懲役2年6ヶ月、執行猶予4年の判決が確定いたしました。これはガーシーの国際指名手配とタイミング合わせたんですかねっていうぐらい、いいタイミングですね。N 党潰し、今は女子党だっけ ?48 党だっけ、潰しに本気で出してんのかなって感じですね。一般判断です。たったの一文。執行猶予いらんでだろ。実刑でいいのにな、甘やな。政治家女子48党になんでおっさんいるんですか。執行猶予4年、長いっすね。しかも今から開出ね。22日から開出。執行猶予中は車の運転にも気をつけないといかんですよ。もし人引いちゃったりなんかしたらぶち込まれるから。痴漢冤罪の可能性がある満員電車なんかも避けるべきですね。あとですね、揉めそうな参政党の外線の妨害とか言ってる場合じゃないっすよ。暴行とか公務執行妨害取られちゃって、ぶち込まれるかもしんねえからね。2年6ヶ月、脅迫が党の正当な業務って犯罪組織がっていう意見あったんですけど、最近はですね、立花、私は革命家だから何をやってもいいって言ったらしいんですよ。なんか共産党マインドに染まっちゃったな。4年前から狂ってましたけれども、最近ますますひどくなってますな。ガーシー逮捕されそうで、共犯で引っ張られそうで、気が気じゃなくて夜も寝れてねえのかなちょっと思いますけれども、そのガーシー容疑者、実家にガサ入れ、動画収入など妹の口座経由で本人に渡っており捜査が必要と判断、兵庫県伊丹市内の親族宅を警視庁が家宅捜索、真偽不明ですけどガーシーによれば77歳のおかんが拘留されてるらしい、留置所に入れられちゃってるらしいと、警視庁ですから、警視庁が捜査してますから、東京からわざわざ、行ったんだな。兵庫県までな。バス、3台ぐらい連ねてね。それを受け、ガーシー容疑者、配信で泣き叫ぶ。YouTube 始めたのはドバイ行ってからです。実家に何かあるわけないです。おかんだけはほんと勘弁してください。77歳ですよ。何も知ってるわけないです。一般の反応です。誰のせいやねん。お前のせいでこうなってる。さっさと出頭知る、この親不孝者が。あんたがめちゃくちゃやったせいやろ。母親を苦しめてるのはお前。親族を狙うのはお前の手口やろ。金の流れがある以上、捜査対象になるのは当然。警察としたら、関係先の捜索は必須だろう。立花に執行猶予ついたけど、こいつ絡みで習慣あるかもな。信者、警察は卑怯とか言ってるらしいんですけど、いやいや、動画収入が妹の口座経由って、逃亡ほう助だしね。あとドバイに行った時に立花が4000万円貸してる当座の生活資金に、っていうし、逃亡ほう助ですよ。逃亡しやすくお膳立てしてやるつね。捜査不可避ですね。しゃあないっすね。77歳母親は気の毒ですが、息子の育て方間違っちゃった、ということで、つまり製造者責任っていうことで、それに本人ね、一生帰らないって宣言してたよね。その時にですね、親とも二度と会えないとか絶縁っていう覚悟を決めてなかったのかよっていうですね、一方的に攻撃できるとこにいると強いんですけど、攻撃受けると、被害者ずらして泣き叫ぶってとこがゲスパヨぽいっすね。母親を苦しめたくなければとっとと帰国しておとなしく出頭しろ。今のまま4月13日超えると今度旅券法違反で追加で懲役5年ついちゃうからね。その前に戻ってきて、ご迷惑おかけしましたって頭下げて警察に出頭するのが一番のおすすめであります。3月24日、都議会最終日、今日ですね。3月23日、昨日ですね。副都知事辞任、っていうか更迭で、都庁騒然。川松都議、財務担当の竹市、副都知事が交代とのこと。突然の人事に、都庁内は騒然です。一般反応です。トカゲの尻尾切り感、ゆり子のわがまま人事。
いやいやいや、竹市って元財務局長じゃん。若年被害女性支援モデル事業って2018年からでしょ。副都知事取る大火力で打ち合いしてたんか。小池都知事かなり関わってるんじゃないのこれ。などなど、副都知事解雇は更迭は都知事の専権事項なんで、決めたのは間違いなく小池都知事本人。すっごいあのトカゲの尻尾切り感ありますけれども、小池都知事は、WBPC、若草ボンドパップスコラボに相当関わってそうですね、これね。主犯だったりして、竹市副都知事は2016年から2020年まで財務局長でした。コラボ事業開始はですね、2018年からです。後任の中村、なんて読むんだろう、これ。道春とか読むのかな、わかんねえ。中村政策企画局長はですね、2022年6月まで福祉保健局長でした。今の吉村財務局長の前職は福祉保健局長でした。なんだかね、あの、福祉保健局長から、財務局行って、副都知事って出世コースがなんか垣間見えんですけど、竹市元副都知事は2018年コラボ事業開始の時の財務局長なんで、副都知事のまま、その時にですね、なんで1000万円以上の事業なのに随意契約にしたのって、都議会とかに聞かれたら答えないといけないですね。副都知事なら。が、副都知事じゃなく、一般人となったら、まあしばらくドバイにでも行ってられますよね。若草ボンド、パップスの会計監査もやることになったって言うし、これ去年と一昨年の分をですね、コラボともども合計8件やることに決まったそうであります。ますますあのドバイに逃げなくちゃいけないですね。当時の財務局長はすでに退官していて、事情はわからない。やりたいのはこれかな。今の福祉保健局も7月に福祉局と保健局に分割されるっつうし、引き継ぎで書類を紛失しましたーっつって、闇から闇へ。22日のコラボ抗議集会に共産都議12人、立憲都議1人、元令和都議1人参加し、都議会大荒れ必至なので、コラボを切る代償に副都知事を差し出したっていう見方もあるんですけど、そういう意見もあったんですけど、まあそうなんですかね、わかんないですけどね。数柄氏とそんなに怖くない勢力なんですけどね、共産都議なんかいろいろ知ってっから、いろいろ暴露されるとやばいのかなって思ったりして、副都知事の首がもげたのに相変わらずゴミマスは一切報道しません。大騒ぎしてもいいぐらいなのにね。例えばですけど、あの石原慎太郎都知事の時に猪瀬副都知事が更迭されたら多分大騒ぎでしょうよ、テレビから何から。まあこんなんだから誰もテレビを見なくなるんですよ、自業自得です。話は変わりますけれども、そういえば共産党その他パヨがですね、所得格差ガーとか貧富の差ガーとか平等ガーって言って騒ぎますよね、あいつらってね。その一方で多様性ガーってもう騒ぐんですけど、多様性ってあのいろんな個性を認め合いってことですよね。なんで所得の個性は認めないのか、なんで金持ちを恨むのか。均一なことを良しとする平等と多様性って、そういえば相反条件では。なんで所得の多様性はそれだけは認めないのか、所得の個性は認めないのか。まあね、あの矛盾してますけど、理由はですね、あのパヨは嘘つきで騙せれば何でもいいって思ってるからですね。まあ騙せてないんで、党員の平均年齢が R70 になっちゃったんですけどね。今は一般人の方が共産党より賢い時代ですから。普通賢者がバカを騙すんですよ。バカが賢者を騙すのは不可能もしくは困難ですよね。でね、あの平等が多様性があって同時に言ってるやついたら、それってあの相反しませんか。
多様性っていろんな人がいてもいいっていうことですよね。ところが平等がっていうのはみんな均一に同じだけもらおうってことですよね。おかしくないですか？矛盾してますか？で質問するとですね、多分ですね、ピタッとフリーズしてですね、思考停止してだんまりしてですね、しばらく経つとまた再起動してターミネーター2のシワちゃんみたいに、また同じことを喋り出す、それがパヨですね。パヨもね、上級になるとなんか発狂して怒鳴って言い返して、まあ、こういう矛盾した質問するとね、論より大声嫌がらせじゃなくて脊髄反射で口答えってやるんですけど、その辺の駅前とかで活動してる連中はそこまで上級ではないですから、まあフリーズして再起動してまた同じことを喋り出す、これ人間性の欠如じゃないかなんてちょっと思っておりますけれども、というわけで、スクランブルデモと、懇親会よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。